お疲れ様です。お疲れ様です。いきなりだけど、今の霞が関の中央官庁で一番力の強い役所ってどこだと思う？首相官邸じゃない？首相官邸は永田町だね。近年の官邸一強の状況やいわゆる官邸官僚の影響力を踏まえるとそうかもしれないが、省がつくとこだとどの官庁だと考える？やっぱり予算を握る財務省かね。そうだね。しかも、財務省に衣替えする前の大蔵省は、現在の金融庁の機能も包含した強大な権限を持ち、霞が関に並び立つものがないとまで称された強大な存在だった。しかし、戦前は、この大蔵省と並び立つどころか、時には大蔵省をしのぐ強権を振るい、陸軍とも喧嘩のできる官庁があった。今は存在しない役所なの。その名は内務省だ。警察行政、厚生行政、地方行政、神社行政、土木行政など広範な内政を一手に取り仕切り、知事や府県の警察を通じて日本全国に影響力を及ぼし、官庁の中の官庁と恐れられた機関だ。その力の強さは、ゴーストップ事件という警官と軍人との喧嘩事件に際し、勢力を増していた陸軍を相手にしても内務省は一歩も引かずに警察官の正当性を貫徹しようとした姿勢にも現れている。陸軍が名実ともに勢力を伸長する前の話だね。この陸軍と内務省のバトルとなったゴーストップ事件を境に、日本では陸軍がいよいよ増強していく節目になったという見解もある。そういった意味で、ゴーストップ事件が勃発するまでは、陸軍を止められる最後のストッパーが内務省だったのかもしれない。今回は、その権限の大きさから、陸軍や大蔵省も一目を置いた大官庁でありながら、その権限の大きさゆえに GHQ によって解体に追い込まれ、戦後はその名前が消えた幻の機関、内務省の話をしていこう。なお、当チャンネルのさらにマニアックな動画をアップしているメンバーシップにつきましては本動画の最後にご紹介をしております。内務省の黎明期から話すが、内務省の設立には、維新の三傑となった薩摩藩の大物が深く関与していた。誰？西郷隆盛。参議にして初代内務卿の大久保利通だ。大久保利通は、同じく薩摩藩出身の西郷隆盛と、政官論をめぐって激しく対立し、西郷隆盛は政府から下野して薩摩にこもってしまった。この非常にごたごたしている時期に、国内においては地方行政や警察行政、さらには官僚行政や土木行政を推進する官庁が必要であるという認識のもと、明治6年、太政官布告により内務省が誕生した。官僚行政って何？辞書的な意味合いだと、工業や農業を発展させるため、これらの産業を奨励することだ。食産工業といえば日本史の教科書にも出てくるからわかりやすいかもしれない。警察もやって地方行政もやって土木もやって食産工業もやる役所だったの。設立当初はね、この内務省に初代内務卿として君臨したのが、大久保利通だ。もともと内務省の設立構想が浮上した際、食産工業は担当業務に含まれていなかったんだが、欧州外遊の経験を通じて食産工業の重要性を痛感した大久保利通が帰国したことにより、食産工業を担当する官庁の必要性が政府に周知され、新設する内務省に官僚寮も設けることになったと言われる。しかし、ほどなくして大久保利通は紀尾井町で暗殺されてしまい、食産工業を担当していた官僚寮は、内務省から農商務省に移管されることになった。と言っても、内務省の掌握する行政は広範だった。まず、内務省の所管した警察、地方、土木、社会行政等のうち、内務省の伝統的本流だった。地方局の所管する地方行政について話をしよう。地方行政って知事は選挙で選ばれて中央は交付金払うのが役割じゃないの。現在でも中央と地方の関係は難しいものがあるんだが、少なくとも知事に関しては、現在と戦前では全然異なる姿だった。戦前はどう違ったの？知事がね、住民の選挙で選ばれるんじゃなくて、内務省が選んで派遣するシステムだったんだ。官選知事と言われるんだが、民主制というよりは、政府による中央集権体制を補完するシステムだったと言えるだろう。ちなみに、この官選知事を現代でも採用している国として近年報道されたのが、プーチン大統領率いるロシアだ。
プーチン大統領は、地方自治体の首長を住民の選挙で選ぶシステムを変更し、大統領の指名と地方議会の承認によるシステムとした。プーチン大統領は、この事実上の完全知事制度を敷くことで、中央集権体制をより強化したかったのかもしれないね。内務省が知事を選べるということは、知事をクビにすることもできたということ。もちろんそうだった。事前に辞表を取り付けるなど、手続き的な工夫はしていたらしいが、後で述べる通り、衆議院の総選挙により政権交代が起きると、野党に転落した旧与党系の知事たちは、大根でも切るかのように続々と更迭されるなど、中央の政争が地方にめちゃくちゃ波及するというアメリカばりの現象が起きていたほどだ。地方議会もなかったの。地方議会については、府県会という議会が整備されていた。しかし、府県会には条例制定権があったものの、知事にも府県令という命令制定権があったので、現在の地方議会と比較したらだいぶ権限が弱かった印象は否めない。そういった意味で知事という役職は、内務省の監督を除けば、広範な権限でやりがいを求められる仕事だったらしく、東京帝大をはじめとするエリートらが内務省に入省すると、将来は内務次官にはなれずとも、せめて知事にはなりたいと嘱望していたそうだ。完全知事ってそんなに権限が広かったの？現在と比べて特徴的なのは、土木や教育や商工業だけでなく、知事をトップとする府県課、陸海軍の徴兵事務も担当し、かつ、府県の警察部は健康保険の業務も担当するなど、組織は簡素だがやることは多岐にわたった点も挙げられるだろう。そして、それら知事や北海道庁長官らを監督する内務省地方局は、日本全国津々浦々に影響力を行使する集団だった。そうすると地方局って結構大規模な組織だったの。それがね、とても簡素な組織だったらしい。戦後は自治省、現在の総務省の一部だが、定員が数百名に及ぶ自治省が担当していた仕事を、ある内務官僚の回想によれば、地方局は大体30数名で回していたそうだ。一人当たりの業務量が半端ないとか。現在の霞が関では官僚の業務方が報道されるなど、中央官庁のエリートはとにかく仕事量が多い印象だが、戦前は、特に高等官と呼ばれるエリート官僚らの業務体系は穏やかだったらしい。もちろん戦時中など時期の問題や警察を所管する警保局などは別だった可能性はあるが、高等官の出勤時間は基本的に午前10時以降で、朝の早い大臣が初登庁したところ高等官の官僚が誰も出勤しておらず、大臣が激怒した話や、野党議員が官庁に朝に陳情に来たらやはり高等官が誰も出勤しておらず、怒った野党議員は議会で所轄の大臣に出勤簿の損費について追及するなど、おおらかな様子が伝わる。さらに、これは内務省ではなく農商務省の戦前の官僚の回想だが、ある高等官の官僚は、昼のちょい前に出勤し、昼飯は近くのお茶屋さんですき焼きを魚に一杯飲み、午後は3時くらいまで役所に戻ってこないなど、現代からしたら桃源郷みたいな業務体系だったらしい。私も平日の業務中の昼飯にすき焼き食べていっぱいやりたいわ。また、内務省地方局の特徴として、警察を所管する内務省警保局、今でいう警察庁も内務省の管轄だったんだが、この地方局と警保局とでは人の雰囲気がだいぶ違ったらしい。どう違ったの？警保局の場合、傘下の警視庁や府県警察部には、現代風に言うとノンキャリの現場叩き上げの猛者みたいな警察官がうようよしていた関係で、帝大でのエリートが勉強の知識だけでこれらの猛者たちを統制できるわけがなく、内務省における警察畑の高等官は、必ずしも勉強の成績だけではなく、人柄や胆力などの人物を吟味されて選考されたらしい。対して、地方局の場合は、地方財政や地方法制などを扱う関係上、頭の切れる理論派が必要だったので、秀才を集める傾向にあったそうな。ところで、内務省で時代の先端を行く先進的事業を推進した社会局や、地方局と競り合ったもう一つの主流である警保局の話に入る前に、内務省とは切っても切れない存在の話をしよう。切っても切れない存在って何？政党との関係だ。今でこそ、政治家の意向を官僚が忖度したり、
政治家の好みや怒りポイントをマニュアルにまとめて省内で周知するなど、その力関係を示すような報道も出ているが、戦前の内務省は政党との関係で最も特筆すべき官庁であり、他方、その対比としては大蔵省が最もわかりやすい官庁と言える。どういう意味で内務省と大蔵省はわかりやすいの？ざっくり言うと、内務省は政党と密着し、大蔵省は政党から自律的だった。ある時期まで内務省は、大蔵省と同様に、政党からは超然として政策を立案できる雰囲気があったそうだが、ある人物が内務大臣に就任して以降、その空気は一変し、政党家の波に飲まれてしまうこととなる。ある内務大臣って誰？腕の喜三郎こと、鈴木喜三郎だ。この人はもともと司法省で裁判官や検事を歴任した司法官なんだが、司法官にしては珍しくと言っては失礼かもしれないが、政治手腕に長けた人物で、後年は大政党の政友会総裁にまで上り詰めた。総理の座は逃し続けたんだけどね、この鈴木喜三郎が内務大臣に就任するや、鈴木喜三郎は自身が所属する政友会に神話的な官僚を内務省の幹部に続々と登用する一方、政友会に敵対的とみなされた官僚を続々と更迭し、その人事の大胆さの衝撃ゆえに内務省は激震に見舞われることとなった。よっぽど強引な人事をしたんだね。かわいそうな内務官僚もいて、別に政友会に敵対的でもなければ、政友会の対抗政党である民政党と仲が良いわけでもないのに、誤解で民政党系とみなされ、更迭の浮き目にあった内務官僚もいたそうだ。腕の喜三郎の剛腕人事により、内務省の人事における政党職、端的に言えば与党系による報復人事と恩賞人事が常態化するようになった。この反射的効果として、内務官僚としても、自分が密着する政党の色をはっきりさせると、左遷の危険に見舞われる一方、ごぼう抜きの大出世も狙えるという認識が生じ、あえて政党色を鮮明にする官僚も出てくるようになった。魚心あれば水心だな。反発が衰退し、軍部がまだ台頭していない、日本に二大政党政治が出現していた時期には、内務省でキャリアを積んで総選挙に出馬する官僚も続々と出たそうだ。今の財務省とか戦後の大蔵省みたいじゃない？戦前の大蔵省は、政党から人事に全く影響を受けなかったわけではなかったんだが、予算技術や租税法規の専門性が功を奏したのか、内務省ほど露骨に政党の介入を受けることはなかったらしい。なんで内務省が政党に狙われたの？いろいろと理由があるんだが、内務省の権限の広範さ、特に土木行政を一手に扱っていたのが大きいという指摘がある。どういうこと？戦後の建設省が担当した土木行政も、戦前は内務省の所管だったんだが、この土木関係は地方での利権に直結する旨味の多い分野だから、選挙区での票獲得を至上命題とする政党にしてみたら、内務省を抑えることはすなわち票獲得につながるという、重要なミッションだったのではないかと思われる。次の話題に行こうか。内務省の特筆すべき分野として、次は、現在の厚生労働省の原型である内務省、社会局、の話をしよう。今は統廃合している省もあるけど、警察庁、自治省、建設省に加えて、厚労省も傘下にあったのか。厚生労働省のうち、厚生省部門は間違いなく内務省が生みの親で、労働省もその系譜で語られる。特高警察を駆使した警保局なんかは暗い側面で語られがちだが、この社会局は内務省の中でも先進的な部局だった。どういう意味で先進的だったの？内務省社会局が目指した政策は、戦後に実現された政策の原型となったものが多く、それらは社会の弱者救済や公的扶助といった社会のインフラとも言うべきシステムの構築に関わっていたからだ。社会局は、生活できないものを公的に救済する救護法を作ったり、孤児院や養老院の整備、戦前とは思えない近代的な共同住宅である同潤会アパートの建設など、あらゆる社会政策を推進した。当時ってさ、共産主義に対する警戒が強い時代だからさ、警察を要する官庁が局の名前に、社会、って入れてよかったのかね。これはね、社会局が省に昇格するときに、省の名前に社会の軸を使うかどうかで結構揉めたらしい。結局、中国古典からの引用で、厚生省、となった。他に社会局の功績はあるの？
特筆すべきなのが、健康保険制度の創設だ。今や国民皆保険制度のもと、健康保険は国民の医療費の負担を緩和するシステムとして機能していると一般に言われるが、この原型のシステムを戦前に作ったのが社会局だった。内務省の健康保険制度は普及したの？いや、まだ原始的な制度で、そもそも適用される職種が制限されていたり、所得の低い人に限って適用されるなど、広く普及するには至らない制度だったようだ。次に、内務省のもう一つの主流、警保局の話をしよう。特攻警察の元締めだね。特攻警察だけじゃなく、その他警察も管轄したんだけどね。憲兵も内務省の管轄だったの？いや、憲兵は軍事警察だから陸軍の部隊だった。警保局は、首都警察である警視庁を筆頭に、各府県の警察部を監督し、特に治安維持法の成立を契機に、特攻警察等の人用を拡大、全国にその権力を及ぼした強大な集団の元締めだった。特攻警察の開設だけでなく、内務省警保局が陸軍と激しくバトルを展開したゴーストップ事件についても、当チャンネルで以前に解説をしているのでそちらをご参照いただきたい。この動画では、警保局が主役となった、というか悪名を残してしまった。特定の観点で言うと内務省らしい歴史的な事件について話をしようと思う。内務省らしい歴史的事件って何？選挙干渉事件だ。先ほど内務省の正当化の話をしたが、政党が内務省の掌握を狙う理由は、土木利権だけでなく、この警察力を利用できるという点も大きかった。どうやって利用するの？例えば、当時の二大政党のうち、政友会が与党で内務大臣のポストを取っている場合で、政友会が衆議院の解散を打った場合、政友会としては何としても勝ちたいから、警保局を通じて各府県の警察部を動かし、与党の政友会に有利に、野党の民政党には不利な選挙取り締まりを実行させ、与党の議席の増加を目論むという利用構造だ。悪どい。この選挙干渉事件の最も大規模かつ始祖となった事件が、品川彌次郎内務大臣の選挙干渉事件だ。この選挙干渉事件は明治25年の第2回衆議院総選挙で起きた。当時は政党対政党の対立構造ではなく、藩閥全盛期だったので、藩閥対民党という対立構造の中、藩閥の掌握する内務省警保局は各府県警察部に指示を飛ばした。どんな指示だったの？政府に歯向かう民党候補者のいる選挙区においては、政府に協力的な離党の候補者を擁立して知事はこれを応援する一方、民党候補者の当選を妨害すべしという露骨なものだった。落下参候補を敵対する政党の選挙区に候補者として立候補させるあたりは現在でも使用される戦術だが、いかんせん、これを内務省という官庁が主導するのはまずい手だった。利益誘導、投票の危険症例、果ては投票箱を焼き払うなどという、本当かいなと思うような選挙干渉が府県幹部や警察部によって展開されたが、蓋を開けてみれば、総選挙の結果は意外なものだった。どっちが勝ったの？民党の圧勝だった。反発政府の押した離党は綺麗に負け越し、この選挙干渉は悪名だけを残して失敗に終わってしまった。このように、選挙、土木、治安、地方行政などあらゆる国民生活に関わる行政に権能を有し、軍部とも張り合う矜持を誇っていた内務省だったが、ゴーストップ事件を境に軍部との力関係が軍部側に傾き始め、やがて屈することとなる。軍部が内務省をはじめとする中央官庁を飲み込み統制していく過程は、当チャンネルのメンバーシップの動画で直近アップしておりますので、ご興味のある方はぜひどうぞ。告知多くない？許してくれ。内務省の内容が分厚いのですでに解説してる部分は告知で割愛しないと終わらないという事情もある。さて、最後だが、内務省がとうとう解体され、戦後にその姿を消す話をしよう。なんで解体されたの？ GHQ に睨まれたのが発端だ。ポツダム宣言受諾後、日本の官僚機構は GHQ の間接統治の手段として存命することになったが、GHQ は官僚機構に生優しかったかというとそうでもなく、人事院の創設や陸海軍省の消滅など、機構を大きく変えていった。また、公職追放の対象者には軍人が圧倒的に多かった一方、
官僚は意外と少なかったという指摘があるところ、それでも内務省は官僚で追放されたものの中では割合を多く占め、徐々に屋台骨が崩れていく。まあ特攻関係者は公職追放者が多かったろうね。GHQ が日本の新しい統治者となる状況で、大蔵省や外務省の官僚の中には、GHQ と意を通じて強権を振るう官僚もいたそうだ。白洲次郎の回想だが、GHQ 側についてしまう日本人官僚が多かった中で、内務省の官僚だけは日本人らしく国士的気概を示し、白洲次郎を勇気づけたそうだ。その点は官庁の総本山たる誇りを感じるね。内務省が解体された理由としては、GHQ の施行した地方自治を敷くためには、地方行政を統制する内務省はそれと矛盾する存在だったこと、戦時中の特攻警察の関係、あるいは内務省をやっかむ他の省庁の日本人官僚が GHQ に解体を働きかけたなど、諸説あるんだが、絶対的な通説はないらしい。しかし、現に存在する事実として、昭和22年、内務省はその姿を消すこととなった。内務省が抱えてた膨大な機構はどうなったの？いろいろと分割されて今に至る。例えば、地方局は自治庁や自治省を経て、現在は総務省の一部となった。警保局は、国家地方警察と自治体警察などややこしい機構に変更させられたんだが、幾多の変遷を経て、警察庁、国家公安委員会そして都道府県警という機構となって現在に至る。その他にも、国土局が建設省、ついで現在の国土交通省の一部になったり、もともと分派していた厚生省と、新しく誕生した労働省が現在は厚生労働省になっていたりと、バラエティに富む、誇り高い内務省の解体を嘆く内務官僚は数多かったそうで、内務省復活論が幾度か出たそうだが、強大な内務省の復活には賛否両論あり、現在のところ、それは実現していない。さて、内務省の解説をしてきたが、大日本帝国陸軍の軍人を中心にした本チャンネルのメンバーシップのご紹介です。メンバーシップって何を得られるの？画面にあるバッジの使用、メンバー限定の動画が視聴できるなどの特典があります。動画はアップ主が一般公開を躊躇するマニアックなものを今後もアップしていく予定です。ちなみに、最近メンバー限定にアップしている動画は、戦時下の支配関係、軍部と官僚の攻防、東条秀機、派閥構想編、鈴木貫太郎、魚雷の攻防日清戦争編、東条秀機、左遷編、軍事参議院、天皇の軍事顧問集団、笑顔の軍人最小桂太郎などです。詳しくは画面下の概要欄にあるメンバーになるというボタンを押しますと詳しい紹介動画を見ることができます。ちなみにボタンを押してもすぐメンバーに申し込むことにはならず、紹介動画が流れるのみですのでご安心ください。また、概要欄の URL をクリックしても紹介動画を見ることができます。ここまで見てくれた人、ありがとう。秋田号を引き続きご愛顧ください。